ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村鼓童作、池田大輔捕物全集第3巻より、長屋の秘密。この作品集は1954年に刊行されたものです。それでは本文をどうぞ。第一章。その頃、江戸一円を荒らし回り、ことに麻布を中心に赤坂、芝、四谷まで山手方面のめぼしい家を襲って、財物をかすめ、人を傷つけ、傍若無人の悪行を続けている巴組の一団には、江戸の町方役人もことごとく手を焼いてしまいました。仲間は2人あるいは3人もいるでしょうか。その活動は全く神出鬼没で、石子万作指図のもとに山手十部の岡っ引きを総動員しても、その影防止も捕らえることはできなかったのです。池田宇治、ご多忙であろうな。石子万作がとうとう顔を折って、池田大輔の知恵を借りに来たのは翌々のことだったのでしょう。日光街道ご見分のお供をして昨日帰りました。ただいまのところでは差し迫っての仕事もござらぬが、池田大輔は何といっても大岡越前守の用人で、与力や同心ではなく、表向きには町方役人の仕事に立ち入る資格はなかったのです。では早速お願いいたしたいが、近頃江戸中を荒らし回り、人も投げに振る舞っている凶賊巴組のことはご存知で？うすうすは承知いたしておりますが、二人ともあるいは三人組とも言うが、山手の武芸者、王朝人などの家に押し入り、奪い取った金だけでもこの三月ほどの間に2,000〜3,000両にも上ろうか。他に珠玉、宝物、骨董にまで手を出すという無類の貪欲ぶりで、それを拒んで傷つけられた者は12〜13人、殺された者も3人ある。金銀はともかく、その宝物骨董の類は金に換えるために商人の手に渡ってはおりませんかな。それがないから不思議でござるよ。くせ者の顔を見届けた者はたった一人あるが、これが困ったことに人並みの知恵の回らぬ人間でな。石子万作の話の大げさなのに、池田大輔も思わず膝を進めました。巴組のくせ者は自分の顔を決して見せないが、麻布北比嘉久保町の長禅寺に押し入り、その寺宝の香木に刻んだといわれる薬師如来の像を奪い取った時、仏鉢とでも言うべきであろうか、狩猟の覆面が溶け落ち、仏前の見明かしでその顔を見て取ったものがある。それは賽銭箱のそばに縛られていた寺男の三吉という少し知恵の足らぬ男だ。他にはそれっきりだ。その時くせ者の覆面を剥ごうとした金付き男の宮松、これは気ばかりは強いが、何といっても60近い老人で、突き殺されて一刀を浴びせられたが、運よく仰向けざまに倒れるはずみで、刀は肩先をかすめて流れたので、顔を見なかった代わりに朝出を受けただけで命は助かった。その巴組の仲間は幾人でござろう？巴組というぐらいだから多分3人だろうと思うが、押し入るのはいつも2人連れで、後の1人は外で見張っているらしい。で、他に手がかりは？何にもないが、今夜六本木の光明院に押し入り、黄金の透かし彫りになった寺宝の掛け仏を申し受けると、南北町奉行をはじめ八丁堀組屋敷に手紙を放り込んだ。いたずらではありますまいか？池田大輔は一語を疑ってみました。いや、いたずらにしては念が入りすぎた。一体巴組のくせ者は太刀多作で容易ならぬやつではあるが、
前もって押し入る先を教えたのは今度が初めてだ。あまりといえば傍若無人、捨ておいてはお上の意向にも関わると思ってな。石子万作も思い余った様子です。多分増長しきった巴組の癖者が神役人を愚にするつもりであんな手紙を書いたものであろう。よしまた全くのいたずらで町人どもが後で手をたたいて笑うにしても、これは捨ておきがたいと思うが、いかがなものであろう池田氏。石子万作の言うのももっともでした。時は享保13年の春、桜のつぼみがようやく膨らんで頬をなでて去るそよ風さえも、なんとなく乙女の呼吸の生めかしさを感じさせる昼下がりのことです。縁側の外に見える窓が真珠色にかすんで、どこからともなく飼いうぐいすの声が聞こえます。大岡越前守のお供をして、たった三月江戸を開けた間に凶族巴組の長領がこうまで江戸を犯罪都市にしたのでしょう。石子万作の話を聞いている池田大輔の若い胸には、悪をとぐる者に対する義憤がふつふつとたぎります。仰せの通り、それは捨てがたいことで、がうっかり騒ぎ立てて悪者の罠に陥り、世情の笑い者になってはなりません。投げ込んだ手紙というのをお持ちでしょうか。これだ池田氏。石子万作は懐中から一通の手紙を取り出すと、汚いもののように指先でつまんで、それを池田大輔の前へ押しやるのでした。ほう、これは洒落たもので。大輔は面白そうに取り上げます。保坊書を二つに切った絵半節で、大奥の女中型かなんかでなければめったに使いそうもない贅沢なのへ、良い墨良い筆で明五日夜月の沈むを合図に、六本木光明院にまかりこし、時報の黄金掛け仏を押し浮くべく候を間、随分厳重に死後遊ばさるべくこの段申し入れ候なり、頓主3月4日、巴組八丁堀組屋敷御中、こう書いてあるのです。他に2通、同じ文面で南北両奉行所の目安箱に放り込んでありましたよ。石子万作はひどく自尊心を傷つけたらしく、この連達な人にしては珍しくじれ込んでおります。ところで今夜の手配は、ことごとく済んだつもりではあるが、この絵図面の通りでどんなものであろう。石子万作の懐中からはもう一枚の紙が取り出されました。今度は半紙で、芋洗坂から六本木界隈の絵図面をこまごまと写したのへ、ところどころに朱の丸や角を書き入れ、そのそばに人数を書き込んであります。指図は、六本木は拙者自分で引き受けたが、芋洗坂から北日が久保へかけては源太が指図をするはずで、それでは申し分のないように思いますが、がそれではなんとなくおぼつかない。池田氏も出馬して一方を守ってはくださらぬか。それとも拙者と源太の貢献をしていただいてもいいのだが。与力筆頭で町方役人中並ぶものなき天性を誇った石子万作が巴組の教主に恐れるはずもないのですが、捕物人の成功を決定的にするためにはやはり池田大輔の頭脳が必要だったのです。それは意図やすいことでござるが、拙者はやはり江戸にいないことといたし、友軍として側面から伏せ者の気をつく方が有利のように思いますが。池田大輔はまた別に何か考えているのでしょう。いかさま、それも一思案で。石子万作は甚だ不満らしい様子でしたが、大輔にこう言われると筆頭与力という役柄の手前、それでもご助力をとは言いかねました。美濃、美濃はいるか。石子万作を送り出すと、池田大輔はお勝手の方へ声をかけました。町奉行所役宅のお長屋で話し声も
味噌汁の匂いも奥からおかってへ筒抜けです。はい。手をふきふき廊下へ膝をついたのは下女の代わりから大助の身の回りの世話までした上、その軽小な体と良い頭脳とのために池田大助にとってはこの上もない助手の役も務めるお美濃でした。女狩る技で鳴らしたのはもう3年も4年も前のことで、今では腹の底からの素人娘になりきっておりますが、二人は相変わらずの他人行儀で、大岡越前の神や石子晩作や大助の父親の大五郎に気をもませながら文を守って、お互いに尊敬し合いながら一緒になろうともしなかったのです。それはともかくお美濃の顔を見た大助は、内密の頼みだ、近く寄ってくれ。はい。いざり寄るお美濃にこうささやくのでした。今の話を聞いたであろうな。はい。大方は。では一つ頼みがある。日が暮れるとすぐ六本木へ行って、あの近所にどんな人間がいるかよく見張っているのだ。夜分はめったに人の通るところでない。はい。それから五日月の沈む時というから五つ半ごろから御明院の近所で騒ぎが始まるだろう。それには目をくれてはいけない。その頃六本木か芋洗坂を離れる者の後をつけるのだ。それは何でもよい。女でも子供でも飯場でも火の番でも。はい。その行き先を突き止めたらすぐ帰ってくるのだ。声をかけてもならぬ、顔を見られてもならぬ。よいか。かしこまりました。お美濃に対してはこれだけの指令で十分だったのです。おいらは大将。縁側から声をかけたのは雨屋の仙太郎でした。お前も聞いていたのか。聞いていたのかは油断すぎるぜ。これが敵の回し者だった日にゃ。雨屋の仙太郎は少し調子に乗りました。敵の回し者が雨箱を鳴らして曲げ節を障子に移すようなのんきなことはしないよ。チェ。仙太郎まさに一句もありません。だがお前にも頼みたいことがあるよ。お美濃さんの手伝いなんざごめんだぜ。美濃は芋洗坂を見張って、お前は六本木の通りを見張るんだ。それがよかろう。うん。どんな怪しい奴が来ても手を出してはならぬ。うん。少し物足りないな。贅沢を申すな。さあそろそろ支度をするがよい。石子内がここへ来たことは悪者には分かっているだろう。そのままで出てはならぬ。二人とも姿を変えるのだ。へっ、そいつは面白えな。いい工夫があるよ。なんだ。おいらが女に化けてお美濃さんが飴屋の男の子になるんだ。それならすぐできるぜ。仙太郎は仙太郎らしい知恵を出します。それでは何にもならない。やはり飴屋と娘がここから出て六本木へ行くことになるではないか。知恵ね。第二章。その夜六本木の光明院は石子晩作と源太の指揮する数十人の御用聞きで、まことに鉄塔のごとく固められました。光明院というのは将軍吉宗御生母の祈願所で、今は跡も形もありませんが、文化年間執家のために炎上するまでは300石の寺領のついた由緒の深い霊場で、山手の人たちの尊崇の的になった時代もあります。伽藍というほどのものではなく、ほんのアンデラに過ぎない光明院でしたが、そんな関係で富裕の聞こえも高く、分けても地方黄金の掛け仏は唐伝来の名宝と言われ、その信仰的な値打ちよりも古代宗教美術品の傑作として不換金と言われた尊いものだったのです。これを守る岡っ引きの陣は日のあるうちから用意されて、向こうの街角、こちらの路地の口、堀の隅にも灯籠の陰にも、まさに戸へ旗へに敷かれました。
これでよし。石子晩作と源太が顔を見合わせて左右に分かれた時は、三日月はもうしらじらと傾いて、町には淡い夕闇の灰夜頃でした。それから一時ばかり、辺りはもうすっかり暗くなりましたが、三日月が江戸の町の屋根に隠れるまでにはまだ半時もあるでしょう。四方に配備された役人、御用聞き下っ引きの幾十人は、日のあるうちからの緊張に疲れたのと、五日月の隠れるまでまだ半時余りあるといった油断から、張り詰めた気も緩んで、ついうっとりとした自分のことです。泥棒、助けてくれ。どこからともなく押しつぶしたようなすさまじい声、取り方の面々はそれと奮い立ちましたが、その声がどこから来たかしばらくは見当もつきません。寺内ではないか、行ってみろ。15、6人、いやどうかしたら20、30人、光明院の外回りに張り込んだ同勢は一度にパッと寺内に飛び込みましたが、寺内は寒弱で何の変わりもなく、不安のうちにも2、3人の尼さんたちは仏前の務めを終えて、これから夕下の膳に着こうとしているところです。どうしたのだ、何ということだ。寺内の警護に配られた7、8人の屈強な御用聞きは、この侵入者を迎えてキョトンとしております。その時です、外からバタバタと駆け込んできた一人、泥棒は坂口町の清水屋へ入ったぞ。もう一人、何をしているんだ、早く早く。くせ者が二人、清水屋へ入って番頭を切った上、天領箱を担ぎ出したぞ。声はかきむしったように薄暗い寺内に響くのです。それ、光明院に押し入ると言って実は清水屋に入ったのか、畜生。寺内にあふれた御用聞きの一帯はどっと砕ける波のように裏の清水屋目指してなだれ返しました。坂口町の清水屋というのは、六本木の光明院とは町が違っても背中合わせで、つい目と鼻の間ですが、駆けつけるためにはやはり一度門の外へ出てぐるりと大回りに清水屋の店から入るほかなかったのです。だが大勢の人数が清水屋の店いっぱいに駆けつけた時は、これはどうしたことで。清水屋の亭主金作ほか番頭小僧まで呆れ果ててただうろうろするばかりです。泥棒はどうした、番頭はどこにいる。口々に問いかけるのへ、番頭は私でございますが、泥棒がどうかしましたか。若い主人の後ろから顔を出したのは60近い見事なハゲ頭です。泥棒はここへ入ったといいじゃねえか、千両箱を一つ取られたと。源太は大勢を抑えて真っ先に飛び出しておりました。とんでもない、お隣の光明院様へ泥棒が入るそうだという話は聞きましたが、こちらへは何にも入りやしません。主人と番頭は声を揃えるのです。界隈で聞こえた大きい酒屋で、随分千両箱の一つや二つは持っていそうな店構えです。やられた。源太は初めて気がつきました。何です、親分。驚いてその顔を見上げるのは、何が何やらわからぬ大勢の下っ引きです。畜生、とんだことになったぞ。源太は言い捨てて猛然と光明院に引っ返しました。その後からぞろぞろとついてゆく下っ引きの一帯の器量の悪さ。源太ではないか。光明院の門のところで旗と会ったのは石子晩作でした。お、石子様、なんで光明院を開けて飛び出したのだ。石子晩作の調子は峻烈です。泥棒が清水屋へ入ったと聞きまして、なんということだ。巴組はやはり月の沈むのと一緒に光明院へ入ったぞ。え、尼さんに怪我をさせて本堂に押し入り、正面お寿司のうちの掛け仏を奪って逃げたぞ。なんということだ、あれほど光明院を離れてはならぬと言ったのに。面目次第もございません、この償いには。源太はすっかりへこんでしまいました。帰ったら今晩のうちに曲げ節を切るか、十手取り縄を返上するか、いずれにしても石子晩作の叱責に応えなければならなかったでしょう。石子夫人。暗がりからふらりと出たのは
思いきや池田大輔でした。池田氏か、散々のしくじりだ。石子万作は忌々しく唇をかみました。いや、決して源太のしくじりとは申せません。ほう、それはまたどうして。源太がここに頑張っていては、夜が明けるまでも曲者は寺内へ入れなかったことでしょう。寺内へ入らなければ縛る工夫もありませんが、源太が寺内を空っぽにしたばかりに、曲者はここへ押し入って目当ての掛け仏を奪って逃げました。石子晩作は黙り込んでしまいました。そのために曲者の足取りが分かることになりましょう。それはまたどういうわけで。もう少しお待ちくだされば分かります。守備よく行けば源太のしくじりはかえって手柄になろうもしれません。池田大輔は何やら自信ありげに言い切るのです。池田様。源太の目には感謝の色が動きます。このしたたかすぎるほどしたたかな御用聞きが、自分より十五六も若い池田大輔に心から心腹していたのも理由のないことではありません。源太親分。そこへ飛んできたのは雨屋の仙太郎でした。話ほどの大した変装ができたわけではなく、雨箱を大輔のお長屋に預けて、汚い手ぬぐいをほっかむりの樽拾いの小僧に化けたのが精一杯です。仙太か、どうした。源太はようやく顔の紐をほぐしました。日頃何かといがみ合いながらも、いつの間にやらこの二人は親しい心持ちになっているのでした。六本木の辻に陣を敷いている八景屋の御行堂が、騒ぎの後でどこからかぶらりと出てきて、北日が久保の御軒長屋へ帰っていったぜ。それっきりか。源太は少し物足りない様子です。自分の失策を取り返すためには、もう少し筋の立った重大らしいものがつかみたかったのです。ちぇ、それっきりか、それっきりでないか、御行堂の末行って夜探しをしてみね。よしよし、後で行ってみよう。お前はもう一度取って返して御軒長屋の入り口を見張っているがよい。仙太郎は大輔に言われると黙って飛んで行きました。それからまたしばらく経つと、旦那様。闇の中からそっと出たのは、城下の娘になりきったお美濃でした。美濃か、変わったことはないか。芋洗い坂の基地前に二八そばが店を出しておりました。その二八そばの店は寂しい場所なのに、思いのほかの繁盛で、暗くなってからもう十人ぐらい立ち寄りましたが、不思議なことに二度ずつおそばを食べた客が三人ございます。確かに二度ずつ入ったのだな。はい、間違いございません。そのうちの一人は六本木の辻へ出ている駅舎の御行堂で、あとの二人は頭巾と放火無理でよくわかりませんが、一人は年寄りで、この暖かいのに目ばかり頭巾をかぶって着物をはしょっておりました。一人は放火無理をした小粋な若い男で。それからどうした。後をつけて行くと、北日が久保の御軒長屋の軌道を入りましたが、お美濃の答えには不思議に仙太郎の答えと一致するところがあったのです。石子氏、お聞きの通りだ。北日が久保の御軒長屋へ参りましょうか。言うまでもない。源太、お前も来い。声は人を残すにも及ぶまい。下っ引きを五六人連れて行くのだ。へえ。源太も石子晩作も色めき立ちました。光明院を取り巻いたおびただしい捕物陣は即座に解散して、池田大輔を中心とした七八人の一行は、そこからほんの一丁場の北日が久保の御軒長屋へ行ったのです。北日が久保の御軒長屋、それは何の変哲もない貧乏長屋で、京極壱岐守の上屋敷の塀外にずらりと並んだ片側長屋でした。突き当たりは長禅寺の崖、厳重な石垣の上には名物の鐘楼がそそり立っておりますが、その高さは下からずっと三軒余り、人間技では這い上る道もありません。ここですよ。源太が指さすのと、来たかい。暗がりの中から仙太が迎えるのと一緒でした。
第三章。変わりはないか。あれから人間が一人入ったよ。仙太郎は声を潜めます。仙国から四人入ったことになるのか。池田大輔でした。仙太が六本木へ行った後でしばらくここが空っぽになったはずだが。源太は細かく気を回しました。いいえ、仙ちゃんのかけて行った後は私が見張っておりました。仙ちゃんが引っ返してから今度は私が六本木へ参りましたから、光明院の騒ぎがあってからはこの木戸からちょっとの間も目を離しません。おみのは訂正します。開けてみるがいい。よし。石子晩作の指図で源太は木戸に手をかけましたが、中から桟が降りている様子で、押せども引けどもびくともしません。古い木戸のくせに恐ろしく頑丈ですよ。乗り越してみようか。仙太郎はもう門に飛びつく用意をしておりましたが、その時不意に第一番目の長屋の窓が開いて、どなたじゃ、物々しい声をかけたものがあります。町方から役目で参った。相手が武士らしいと見て石子晩作がそれを受けたのです。しばらく待たれい。声とともに窓は閉まりました。ややしばらく待つと、木戸は内から開いて手職を持った壮年の武家が顔を出したのです。ご用は。武家は冷たい目で一同をずらりと見渡しました。37、8、おはうちからした浪人者には違いありませんが、なんとなく打ち上がった尊大な態度で町方役人の一体をものの数ともしないところがあります。司祭あってこの五軒長屋を調べに参った。司祭とおっしゃると。先刻光明院に盗賊が入って大事の地宝を奪い取り、この五軒長屋に逃げ込んだと申す者がある。それはけしからぬ。ここは町内でも正直長屋と異名を取った貧乏者ばかり住んでいるところでござるよ。悪名をつけられては甚だ迷惑。さあ、隅から隅まで心のままにご覧くだされ。浪人者は身を開いて明かりを高々と掲げました。早速ながら受けたまわりたい。ご貴殿は。石子晩作はずいと入りながらこの尊大な浪人者をまず調べにかかりました。拙者は内越十三郎と申す浪人者でござるよ。九死の女はごめんこうむりたい。お住まいはこれじゃ。木戸を入って第一番の長屋、軒もひさしも傾いたのを内越十三郎は公然と指さしました。貧乏などは物の数ともせぬ面魂です。あれは家内じゃ。奥まで見通しの六畳の一間には、貧しい長度の中に少しばかりの仕事物を取り散らして三十前後の品のいいおかみがつつましく黙礼しているのです。この貧しいがよく整った清潔らしい老宅に、汚れた金銀宝玉が隠されていようとも思われません。ご遠慮なく踏み込んで調べてもらおうか。お役人。内越十三郎はこうなるとすっかり打ち解けて、役人の一行を歓待もしかねまじき態度です。ここは後にして次のうちへ行きましょうか。源太はこの老宅をすっかり見切ってしまいます。それは近頃迷惑千万、疑念の残らぬよう念入りにお調べを願いたい。浪人内越十三郎は追いすがるように声をかけました。後でかれこれ言われる厄介さを考えると、真っ先に調べてもらって潔白を証明される方がどんなにせいせいするかわかりません。ではお望みに任せるといたそうか。ごめん。石子晩作はさすがにこんなことには慣れておりました。機械を外さず内越十三郎の老宅へ町方の探索の足を踏み入れてしまったのです。おかみは今までやっていた仕事を押し片付けて膝に手を置いて静かに控えました。申し分のないたしなみです。老宅は至って狭く、一つの押し入れと二つ三つのつづら、少しばかりのお勝手道具と間に合うほどの夜のもののほかには何にもありません。
樽を知った浪人者の簡素な生活は目にしむほど弱々しいものですが、その代わり犯罪らしい匂いはみじんもなかったのです。とんだお邪魔をいたしました。いや、ご挨拶では恐れ入る。ところで、光明院の賊というのを心得のために受けたまわりたい。幾人で何を盗んだのでござるの？賊は二人、あるいは三人。この路地に逃げ込んだ姿を見届けた者がござる。お気づきではござらぬか？石子晩作は逆に尋ねました。いや、少しも。宵のうちは開け放しのままの木戸で、物売りもくず屋も自由に出入りをいたしますよ。たまたま山が降りたためにご疑念も招いたようだが、一番後で入った者が鍵をかけたのでござろう。センタ、それはどんな人間であった？池田大輔はセンタロウを顧みました。ほっかむりをした小粋な職人風の男だよ。センタの観察はなかなか行き届きますが、それが光明院の海賊かどうかは分かりません。何はともあれ、全国からこの軌道を入った者は4人、1人は占い者の御行堂で、あと3人は何者とも分からぬが、そのうちの2人は癖者に相違あるまい。石子晩作は結論を急ぎます。ではごめん。一行は内越十三郎の老宅を出て、次の長屋の前に立っておりました。これ、ここを開けろ。源太の拳は締め切った雨戸になって、調子は少し憲兵づくです。何を言いやがる。用事なら明日の天道様が出てから来やがれ。はばかりながら貸しも借りもねえ俺だ。夜中に戸なんか叩かれる覚えはねえぞ。ひどく酔っているらしい大塩から声が源太の威嚇に負けじと答えます。お上の御用だぞ、開けろ。源太は少しじれ込みました。腐れんくらえ。いつも町内のガキどもにその手でやられるんだ。戸を開けた途端にカエルでも放り込むんだろう。酔った声は依然として戸を開けようともしません。しようのないやつだ。開けないと叩き割って入るぞ。なに、叩き割って入る？面白い。叩き割ってもらおうか。月も雨も漏るがはばかりながらこれでも領海の住処だ。入った途端にお前の脳天を蹴飛ばすが、それぐらいの覚悟はあるだろうな。領海の起源はますます猛烈です。面倒。腹を据えかねた源太が雨戸に一つ体当たりをくれると、くたびれたとはわけもなく敷居を外れて源太の体ごとどーっと内へ倒れ込みます。第4章。ほ、源太も驚いたが、太平楽を言っていた小敷坊主の領海も驚きました。貧乏どくりから飯茶碗に次いで須田湖でパイ一を決めていた花の先へ御用聞きを乗っけた雨戸が風を起こして倒れ込んできたのです。なんという野郎だ。足抜けに領海和尚の道場へ飛び込んできやがって。領海は酒を満たした茶碗を持ったまま微老な腰つきになりました。存分に食い寄った格好です。はい、これが目に減らねえか。お上の御用だぞ。源太は照れ隠しに腰の十手を抜くと、これを突きつけて精一杯の大見得を切りました。領海坊主は少しキョトンとしました。酔った勢いでポンポン言っては見たものの、この時代の人間らしく十手の光を見ると一も二もなかったのです。こっちの聞くことに素直に返事をしろ。マグマをしやがると。源太は袖の取り縄をまさぐりました。一体どんな嘘をつきゃよろしいんで。バカ。こういった領海です。脅かされるか金をもらった時は嘘をつかされるものと思い込んでいるのでしょう。遠の昔に性格を破産して墨染めの宝衛を元手に口を乗りしているニヒリストは、こんなどん底の人生観を持っているのが封建制度の江戸の老公に育まれた一つの生き方だったのです。呆れたクソ坊主だ。おめえの見聞した本当のことを言えばよろしい。源太は十手の先で領海の肩のあたりを小突きながら続けました。
へえ、この長屋に身分不相応に贅沢な暮らしをしている者があるだろう。へえ、恐れ入ります。それは誰だ。手前で。へえ、母。晩酌に一升ずつやるのははばかりながら、この了解のほかにはありませんよ、親分。了解はまだ手に持ったままの茶碗に残り落ちそうに唇を持っていくのです。誰がおめえのことを聞いているんだ。へえ、小敷坊主の了解は法解坊と清源とを一緒にしてもう少し所帯じみさした大坊主で、四十五六のひげ武者、虫食いの大頭、ぎょろりとした泥棒眼、でたらめなお経で吹っ切った塩辛声、この上もなくすさまじく、そしてこの上もなくバカバカしい顔人坊主でした。この五軒長屋に怪しい者は住んでいねえか。それを聞いているんだ。怪しい人間ばかりですよ。何？怪しくないのはこの了解ばかりで。どこまで行ってもこの調子です。呆れた坊主だ。お前が怪しくなかった日には江戸中に怪しい者がなくなるぜ。でも親分、この長屋に住んでいる者で酒屋の白犬に吠えられねえのはお隣のお今坊とこの了解だけで。その気で付き合おうか。ところでちょいっとうちの中を見せてもらうよ。へえ、大した金目のものはありませんよ、親分。当たり前だ。金目のものがありゃおめえを放っちゃおかねえよ。源太は八方に目を光らせます。やろう、どこへ行きゃある。源太の子分下っ引きの一人は、隣の二八そばの善助のうちから泥棒猫のようにそーっと滑り出した若い男をやり過ごしておいて、その後ろからむずとあがいじめにしたのです。あ、お助け、何よこの野郎。それは実にたわいもない捕り物でした。下っ引きの膝の下に組み伏せられた男は、星縄を打たれて引き起こされると、ただもうこんにゃくのように震えているのです。どうしたというんだ。そこへ出てきたのは了解を持て余した源太でした。この野郎がここから飛び出して逃げ出そうとしましたよ。どれどれ、若え野郎じゃねえか。おめえはどこの何者だ。源太のドスは聞きます。褒めこぼしを願います。あっしはついそこの藤吉というデークで。へ、なんだってこんなところへ入っていたんだ。見ると二十四五の若い男で、紺の桃引きに荒掛け、曲げ節がちょいっと左へ曲がって、野狐三次みたいな男っぷりです。おい、黙っていちゃわからねえ。いつここへ潜ったんだ。ついさっき参りました。お役人様のおいでと聞いてびっくりして飛び出したところを。役人と聞いて驚くようじゃ常に傷持つ野郎だろう。とんでもねえ親分。藤吉は必死と言い訳をしますが、源太はそれを聞き入れる様子もありません。ねえおい親分。後ろから声をかけたのは小敷坊主の了解でした。なんだ。なんだじゃねえぜ、親分にも似合わねえ。棟梁はとんだ色男さ。隣の二八そばの善助の留守を狙っちゃ妹のお今さんのところに入り込むんだ。早く、いや合いびきだよ親分。勘弁してやんな。明け盛りだ。もっとも壁隣でいちゃつかれちゃ了解和尚も浮かばれねえがね。こういった生草坊主です。しようのねえ奴らだ。宵のうちから合いびきなんぞしやがると大泥棒のかかり合いになるぞ。文句を言いながらも源太は善助のうちを覗いたのです。そこにはなるほど了解が言ったように十八区のいい娘が立ったり座ったり顔を隠したり戸口を覗いたり、およそ気の揉める限りのポーズを描いているのでした。お前は二八そばの善助の妹か。はい。兄はまだ帰らないのか。はい。近頃商売はどうだ。儲かって儲かってしようがないだろう。いえ、そんなことは。
勇敢なる恋の選手の娘も、おかっぴきにあっては全くだらしがありません。もっとも至って粗末な木綿物を着て赤いのは襟と帯揚げだけといった貧しさですが、行灯の明かりでよく見ると、この娘は全く大したものでした。おい、中へ入ってみるよ。源太は遠慮も会釈もありませんでした。草履を脱ぐと無造作に家の中に押し入り、いきなり正面の押し入れをパッと開けました。何にもありません。あるのは夜のもの、浅ましいせんべい布団が二三枚あるだけです。四軒目の長屋は、駅舎の御行堂でした。やい、ここを開けろ。源太はその隙間だらけの雨戸を遠慮もなくひったたきました。誰だい。夜は商売が休みだ。占いは明日のことにしてくれ。御行堂は床の中から物を言っている様子です。布団を引っかぶって長屋中の騒ぎも知らずに寝ているのでしょう。ふざけた野郎だ。源太は力任せに雨戸を引き開けると、ガタピシしながら敷居から外れて、鼻の先の四畳半に駅舎の御行堂は柏餅になって転がっているのでした。よ、親分、開けろ、バカめ。普段着のままじゃねえか。それでも寝たつもりか。はい。それは六本木の辻へ出る昼の御行堂の身なりと少しも変わりません。こちとらには普段着もよそ行きもありゃしません。御行堂はそれでも神妙らしく膝っこ像を揃えました。源太の腰へ刺した白磨きの実手に恐れたのです。お前は今日六本木の店を閉まったのはいつもと同じ刻限か。それは池田大輔でした。お前は芋洗い坂の二八そばへ二度入ったそうじゃないか。この訳を聞こう。どうだ。腹が減っただけでした。へえ、嘘をつけ、やろう。源太の実手は鳴りました。それから寒かったんで、へえ、へえ、そんなことが言い訳になると思うかい。やろう。あ、腐れ入りました。他にもう一つ。善助さんは夜の商売ですから、足が帰るとき、お今さんにことづてを聞いてくるんで、へえ。御行堂の答えはしどろもどろですが、まんざら筋が通らないわけではありません。お前が帰ってから、この長屋の木戸を入った者が三人ある。それは誰と誰だかお前は知っているはずだ。御行堂、言わぬか。池田大輔は詰め寄りましたが、御行堂の顔は無知でろどんで、そして小賢しくさえありました。一向存じませんよ、旦那様。おめえの発揮で当ててみろ、バカ。源太はカンカンになっております。それほど当たるはっけなら私がこんな長屋には住んじゃいませんよ。御行堂はケロリとしております。うちの中を一通り調べましたが、そこにも何にもありません。隣は空き家だ。明かりを用意してくれ、源太。へっ。お用の提灯が二つ三つ重なり合うように隣の空き家に入ってゆくのです。隣の空き家はハマグリとハマグリのようによく似ておりました。畳の古さも建具の怪しさも、そして何にも道具らしい道具のない点まで、人の住む家と人の住まぬ家との違いは大したものではなかったのです。何にもありませんね、石子様、池田様。空き家を出てきた源太はつまらなそうに言いました。いや、ある、いろいろのことがある。池田大輔は何やら見出した様子です。暗くてよくはわからないが、この長屋の様子をよく見極めていこう。池田大輔はいくつかの提灯を集めてそこを照らさせました。長屋は5軒、2軒ほどの道の向こう側は京極壱岐守の上屋敷で、厳重に畳み上げた石垣の上の板塀の頑丈さ、塀の上の忍び返しの凄まじさ、人間の忍び込める場所でないことはあまりに明らかです。路地の突き当たりは切り立てたような石垣で、その高さがざっと三軒余り、その上にそそり立った朝鮮寺の鐘楼は夜空にそびえて雲もたなびきそう。この路地に入った者はまず逃げ出す工夫はないな。石子晩作は独り言のように言うのです。
その中へ4人の人が入りました。大工の藤吉と駅舎の御行堂、あとの2人が曲者だったとするとどこへ潜ったのだ。池田大輔はそれが不思議でならなかったのです。光明院の時報を奪い取った曲者がここへ逃げ込んだとしたら、それは内越十三郎か小敷坊主の了解かでなければなりません。いや、どうかすると2人の曲者のうち1人ぐらいは女だったかもしれないのです。ちょうどその時でした。飛んできた下っ引きが2人3人。大変大変だ、曲者が清水屋へ入って番頭を切った上、千両箱を1つ奪って逃げました。何、それは本当か。一番驚いたのは源太でした。みんな引き上げるのを待って、光明院の曲者が清水屋へ引っ返したんです。ズキンとほっかむりと年を取ったのと若いのと二人でした。下っ引きの説明はあまりにも予想外だったのです。それ石子晩作も源太も、そして源太の子分たちも一度にどっと六本木へ引っ返したのです。六本木の裏、坂口町の清水屋に行くと、そこには全く思いもよらぬ災難に転倒した人たちの渦でした。親分、この通りで不定野郎じゃありませんか。下っ引きたちは声を揃えます。番頭の傷は幸い大したこともありませんが、みすみす一箱持っていかれたのは諦めきれません。清水屋の主人の金作は水っぱなと涙と一緒にすすりながら石子晩作に訴えるのでした。その間にも池田大輔は北比嘉窪の五軒長屋を動こうとしません。センター、お前は肝が太いだろうな。大輔は後ろにしょんぼり立っているセンタロウにいきなりこんなことを言うのです。大将、人間は細いが肝は太いぜ、これを見てくれ。センタは飴箱を後ろに回すと胸をドンと叩くのでした。ではしばらくこの長屋を見張ってくれないか。出入りを念入りに調べるのだ。そんなことなら。善太郎はまたドンと胸を叩くのです。油断をするとひどい目に遭わされるぞ。よいか。そのひどい目とやらに会ってみてえや。あの光明院の賊が人の散るのを待って裏の清水屋へ入ったとすると、全国この長屋へ帰った二人の者の素性がわからなくなる。大輔にはそれが今のところ解くことのできない一番大きな謎だったのです。第五章、雨屋の仙太郎に五軒長屋の見張りを頼んだ上、池田大輔はお美濃を連れて六本木の清水屋に駆けつけ、石子晩作や御用聞きの源太の一行に追いつきました。池田うち手抜かりであったな。石子晩作は自責の念に耐えない様子です。大江戸の治安を自分の創建に担っている木の老公無比と言われた筆頭与力が自分の鼻の先でこれだけの仕事をされては世間への顔向けがなりません。向こうはかねて企んだ筋書き通りの仕事で、不意にその罠の中へ飛び込んだこちらのしくじりは致し方もない。がこれに気をよくして増長した時が悪人の破滅の時でござろう。池田大輔は自分へ言い聞かせるようにこう静かに言うのでした。六本木から芋洗坂、坂口町をかけて点々と動く御用の提灯、そこここに物々しく顔を寄せる大勢の組子の姿などを見ると、この鉄塔の取り物人の隙を縫って光明院から清水屋と巧みに襲って歩いた巴組と名乗る曲者のしたたかさには全く驚嘆すべきものがあります。清水屋には張り込みはいなかったのか、源太。池田大輔はこれも絶望と自責とで少し焼け気味になっている源太に尋ねました。惜しいことをしました。光明院の方はまたどんなことがあるかもしれねえと思って三人の見張りを残しておきましたが、清水屋の方は全国一度騙されているので油断をして人も置かなかったんです。いや、無理もないよ。この私でも清水屋に見張りを置く気にはならなかったろう。曲者の悪知恵は凡人の考えの上の上を行く。池田大輔に従えば、こういう池田大輔自身は言うまでもなく、
源太も石子晩作も恩人になってしまいます。そんなことを言いながら大助は念のために清水屋の主人や奉公人たちに会ってみました。主人の金策は下手な徘徊もやれば少々は道楽もするといった若い男で、押し込みなどを相手に武勇を振るうたちではなく、奉公人も三人や五人はおりますが、半分は女で、強いのは外へ出ておりますから、あんなのに押し込まれてはまるっきり役に立ちません。番頭は年甲斐もなく、お前たちへやる金はないなどと大見得を切ったばかりに、田先を人たちやられました。幸い厚着をしていたので大した傷ではなく、今ご近所の外科の先生に来ていただいて手当てをしておりますが、こういった調子で説明してくれます。くせ者の人相を。大助は聞き返しました。一人は目ばかり頭巾をかぶった小さい男で、これは狩猟のようでございました。もう一人は浅着の手ぬぐいでほっかむりをした若い男で、色の白い背の高いとんと歌舞伎芝居へ出てくる二枚目役の悪者のようでございました。番頭を切ったのはどちらだ。若い方でございます。物を言わなかったのか。あの騒ぎの後でもう店を閉めようとしておりますと、二人の男がずかずかと入ってまいりました。最初はお客様かと思って、こんな商売でございますから随分夜分遅くなってからでもお客様はございます。番頭がいらっしゃいまし、何を差し上げましょうとこう申しますと、主人の金策はごくりと固唾を飲みました。その時の恐ろしさを思い出したのでしょう。分かっているではないか、金を出せ、一箱で我慢してやるとここで。若い方か。いえ、それは目ばかり頭巾をかぶった棟梁の方で。言葉に鉛はなかったか。いえ、混じりっけのない江戸言葉でございましたが、そういえば武家風の言葉遣いのようで。池田大助の問いは、今まで石子晩作や源太が通り一遍の調べをしたのと違って、いろいろ細かいところへ注意が行き届きます。それから番頭は年寄りのくせに気がかっておりますから、冗談じゃない。細かい儲けで朝から晩まで働いているこちとらだ。金はあってもおめえたちにやる金は一文もあるものかとやると、若いのが隠し持っていたらしい脇差しを抜いて、物をも言わずにさっと浴びせました。いや、そのすごかったこと。池田大助は黙ってその先を促します。幸い番頭は厚着をしていた上、樽の飲み口を直すつもりでひょいっと身を沈めた拍子だったので、浅手で済みました。乱暴者がよく飲み口を抜くことがありますので、こんな手合いが来ると飲み口の緩んでいるのが気になります。それでも血がひどかったので、悪者は番頭を殺したものと思ったのか、そのまま奥に踏み込みました。こんな乱暴者に手向かってこの上怪我をしてはつまりませんから、私は仕入れのために用意した金、ちょうど千両箱が一つありましたので、それを渡してやりました。いまいましいとは思いましたが。主人の金策はいかにも惜しそうです。池田大助は念のために奥で外科の手当てを受けている番頭にも会ってみました。これは60近いハゲ頭で、先代から奉公しているという忠義者ですが、外科の手当てを受けながら、なあに、傷は大したことじゃございません。私を切ったのは若い男で、おしろいでもつけているような色の白い粋なやつでございました。番頭の話はこんなことです。後の女子供や小僧は奥へ逃げ込んで店にはいず、何を聞いても役に立つことはありません。池田様、なんだ源太。源太は先刻から何やら言いたいのを我慢している様子でした。北比嘉窪の五軒長屋へ帰った四人のうち、
素性のわからねえ二人は光明院に押し込んだくせ者かと思いやしたが、保険長屋から出てきた様子がねえのに、その後ですぐ清水屋へ同じような二人組が入ったのは変じゃございませんか。源太の言うのはもっともでした。仙太郎とお美濃が代わる代わる見張っているうち、保険長屋の木戸を入ったのは4人。そのうちの二人は駅舎の御行堂と大工の藤吉と分かっておりますから、あとの二人は光明院へ入ったくせ者に相違あるまいと、石子万作も池田大輔も信じきっていたのです。その同じ二人、目ばかり頭巾をかぶったのと手ぬぐいのほっかむりをしたのが、石子万作、池田大輔をはじめ、源太も仙太郎も五軒長屋の一軒一軒をしらみつぶしに調べているうち、どこをどう潜って出たか、再び六本木へ取って返して清水屋に押し入っているのは、どう考えても辻褄の合わないことです。さよう。池田大輔にもこの方程式は解けません。最初光明院へ入った泥棒がどこかこの近所に隠れていて、私ら一同引き上げたのを見定めて清水屋を襲ったのではないか。石子万作の考え方は平凡です。すると五軒長屋へ帰ったのは全く違った人間でもあろうか。こういう考えは一応可能ですが、ではその全く違った二人が五軒長屋の木戸を入って、それからどこへ隠れたのでしょう。光明院の方は石子万作が念入りに調べた後ですが、もう一度行ってみると、傷ついた若い海女さんは二の腕に包帯をしたまま、院主の浪人と一緒に元気よくその時の様子を説明してくれるのでした。お役人様方がどっと清水屋の方へ行くと、いつの間にどうして忍び込んだか、覆面のくせ者が二人本堂の真ん中に突っ立っておりました。覆面と申しても、一人は目ばかり頭巾で、一人は浅木の手ぬぐいのほっかむりで。傷ついた若い海女さんはなかなかよく説明してくれます。くせ者の風体から年格好、年取った方だけが物を言う点、言葉に隠しきれない武家風の言い回しのあること、それから若くてほうかむりをした方が色の白い背の高い小粋な男だったことや、黙っているくせにすぐ刃物を抜く点など、清水屋に入ったくせ者と全く同じ人間で、その個性的特色の一致は疑いようもありません。若い海女はなおも続けるのでした。年を取ったくせ者が地方の掛け仏をもらいに来たと静かではありましたが、のっぴきさせぬ強い調子に申しますので、私がとんでもない、お前たちは仏鉢の恐ろしさを知らないかと申しますと、若い方のくせ者はいきなり脇差しを引っこ抜いて私の二の腕に切りつけました。脅かしのつもりだったのでしょう。傷は大したこともございませんが、ご本尊の前で血を流すなどとは考えただけでも恐ろしいことでございますが、あのような仏鉢も恐れぬ任秘人とは争っても無駄でございます。辞表をくせ者の手に渡すのはまことに忍びないことではございますが、縁あればまた戻ってくることもあろうと存じまして、お寿司の中から外して尊い御経を唱えながら渡してやりました。院主の老にはそう言って数珠を押しもむのでした。さすがに諦めかねて涙ぐんでいる様子です。そのうちにお役人様方が清水屋から引き上げてまいりました。二人のくせ者はその足音にちょっと驚いた様子でしたが、何やらうなずき合ったまま栗からそっと滑り出して裏門から外へ逃げたようでございます。傷ついた若い海女はこの報告を結びました。池田氏、これは一体どうしたことであろう。拙者にはわからぬことばかりだが。外へ出て石子万作の最初の言葉はこういった絶望的なものでした。私にも一個。池田大輔にも全く生産がありません。だが二人の足は自然に芋洗い坂の空き地に店を出している二八そばの方に向いておりました。一杯十六文だから、二八そばともそば粉とうどん粉が八と二の比率で入るから二八そばとも言われた江戸の夜の花形商人、
保険長屋の住人の一人、お今の兄の善助は、飯倉から六本木、長坂から日が久保へかけて、立ち職場にその屋台を担ぎ回って暮らしているのです。いらっしゃい、ちょうど暑いのができますが。二人の武家が立ち止まったのを見ると、善助は声をかけました。まだ若いはずですが、夜の辻に半夜を過ごす寒さしのぎに、毛六頭巾をかぶって、バタバタ七輪の下を仰ぐ図はひどくじじくさく見えます。そばが欲しいのではない。少し尋ねたいことがあるのだ。石子晩作に声をかけられて、善助は少しドキリとした様子です。光明院と清水屋に賊の入ったことは知っておるであろうか。善助は毛六頭巾を取って二つ三つお辞儀をしました。ここからは目と鼻の間だ。何か気のついたことはないか。一向気がつきませんが。安頓の明かりで見ると、まだ三十をいくつも出ていない男ですが、調子にも顔の表情にも何の若さも鋭さもありません。どうかしたら長い間の貧乏に苛まれて、何もかも今日増し尽くしたのか、あるいはこうろどんな顔をしてみせるのを一種世渡りの道具と心得ている種類の人間かもわかりません。あの騒ぎの後先にお前のところへ二度ずつ顔を突っ込んだ者が三人まであったはずだが、それはどういうわけか。池田大輔は手厳しく突っ込みました。ええ、そんなことはよくございます。一杯食べて外へ出たがまた欲しくなったからとか、あんまり寒いからとかおっしゃって戻ってくる方が。今夜はどっちだ。さあ、その三人のうちの一人は駅舎の御行堂であったな。御行堂の先生はあぶれてやけになっていましたよ。あれはそばなんか食いません。一杯引っ掛けて手を温めて帰る方で。あとの二人は。池田大輔の追求はますます急です。はあ、思い出しましたよ。若いのと年を取ったのと二人連れでしょう。あれは黙ってやってきてそばを一つずつ食べて出かけましたが、間もなくまたやってきて、あんまり寒いからもう一杯ずつ頼む、お前のところのそばはタレがいいからなんてお世辞を言っていましたよ。物を言ったのはどっちだ。年を取った方で。若い方は暗い方を向いて黙ってそばを食いました。二人の顔は。この明かりじゃ安頓をそばへでも持ってこなきゃ顔は見えません。もっとも年を取った方はちょいっと武家言葉で、若い方は色の白い小粋な男でしたが。ちょいちょい見かける顔か。いいえ、今晩が初めてで。もっとも勘定はたっぷりいただきました。よたかそばの客で、一文銭一枚でも余計に出してくださるようなお人柄はめったにありませんから。善助はその四文銭を二枚か三枚余計にもらって、それが嬉しくてたまらないといった心細い男だったのです。ところでそば屋。へえ。後ろから声をかけたのは御用聞きの源太でした。おめえの留守に妹のお今が男を引き入れてふざけていることは知っているだろうな。え、相手はお長屋の連中じゃねえがね。もっとも御行堂や了解坊主じゃ寝れば出せねえ。誰です、親分、その妹が引き入れているというのは。善助は少し咳き込みました。大工の藤吉だよ。おめえが承知かと思ったが。源太は甚だ意地が悪そうです。とんでもない、親分。妹は大家の若旦那と縁談がまとまりかけているんです。あんな怠け者の野良倉野郎と関わり合いをつかれちゃたまりませんよ。善助はよっぽど心外でたまらない様子で、七輪の火を落としてさっさと店をしまいかけます。おいおい、もう看板になるのか。おめえたちの商売はこれからじゃねえか。もうよしますよ、こんなケチのついた晩は。第六章、石子晩作を先頭に取り方の大部分は八丁堀に引き上げましたが、池田大輔はもう一度北日が久保の五軒長屋を見てゆく気になりました。一つはそこに残しておいた雨屋の仙太郎のことが気にかかったのです。だいぶもう夜が更けました。月は柳の上をはるかに登って、辺りは昼のように明るくなりましたが、3月5日というにしては
妙にさえかえって、ふくる夜とともに薄寒くなります。あっしもお供しましょう。池田大助の後からついてくるのは、お美濃のほかにもう一人、御用聞きの源太がありました。明日になると、いろいろわからないことがありそうだ。遅くなっても今夜のうちにもう一働きしてくれ。池田大助は源太へともお美濃へともなくそう言います。おや、あれは何でしょう。五軒長屋の木戸のところへ行くと、目のいいお美濃は大助の注意を促しました。指さしたのはちょうど月の熊になっている建物の影。そこには犬とも人とも知れぬものがボロ切れのように崩れているではありませんか。ほ、センターじゃねえか、池田様。先に駆けつけた源太はそれを抱き起こして大助を呼びます。驚いて飛んで行くと、まさに雨屋の仙太郎です。ひどく打たれるか当て身を食わされるかして、ここに気を失ったまま放り込まれたのでしょう。センター池田大助も手を添えて、ともかくも仙太郎の体を木戸のそばまで持ってきました。幸いまだ息の根はありますが、頭をひどく打たれたらしく、左の瓶へかけてひどく腫れ上がって血が流れております。どうなされた。内から木戸が開いて、内越十三郎が手食を持ってきてくれました。水をお願いいたしたい。それから美濃は近所の外科を呼んできてくれ。坂口町の清水屋にまだいるかもしれない。かしこまりました。大助の声に応じて美濃は坂口町に飛びました。ここでお手当ては難しかろう。むさ苦しいが手負いを拙者のうちへ運ばれてはいかがじゃ。内越十三郎はそう言ってくれます。やがて仙太郎の体は内越十三郎の老宅に移され、池田大助が仮の手当てをしているところへお美濃に案内されて外科がやってきました。これはひどい傷じゃが、命には別状あるまい。外科医は傷口を焼酎で洗って薬をつけて包帯すると、その刺激で気がついたか、仙太郎はばっちり目を開いて、吐いて見てぞ畜生。誰ともなく叱り飛ばすのです。センター、気がついたか。おお、大将、源太親分もいるか。やられたよ畜生、不意を食らったんだ。相手の人相もわかるもんか。暗がりから出ていきなり食らわせるんだもの。畜生、おいらの肝ってもの小せいせいじゃねえぜ。よしよし、わかったよ。話は後で聞く。静かに休んでいるがいい。池田大助は仙太郎の骨を刺す、静かにせんべい布団の上に戻しました。ところで内越氏氏にはお気の毒だが、しばらくここを拝借いたしたい。それから美濃は。私はここへ泊まって仙太郎さんを見取りとうございますが。池田大助の言葉を察してお美濃はこう申し出るのでした。このまま帰るんで、池田様。後のことをお美濃と内越十三郎夫婦に頼んで外に出ると、追いすがるようにして御用聞きの源太はこう言うのです。いや、先刻も言った通り、もう少し今夜のうちに見ておきたい。池田大助は木戸とは反対の方、五軒長屋の奥へ奥へと入ってゆくのです。月は頭の上に昇って、あたりはくまなく照らし出されましたが、五軒長屋の三軒までは寝静まったらしく、新刊として物の音もありません。長屋の前、京極壱岐守の上屋敷の塀は厳重な上にも厳重を極め、羽があっても越せそうもありませんが、それにも増して凄まじいのは行き止まりの朝禅寺の石壁でした。青白い月の光を受けて切り立つこと、まさに三軒余り。手がかりも足がかりもない石垣の上には、さらに金付き堂が厳然と突っ立って、その上の世界こそは五欲五欲のこの世とかけ離れた
別の天国でもあるような気がするのです。あの上に登る工夫はあるまいな、源太。へえ、こいつはお美濃さんでも難しいでしょうよ。すると宵のうちここへ入った二人はどこへ行ったのだ。へえったと見せてまた六本木へ引っ返したんじゃございませんか。いや、池田大輔は仙太郎やお美濃の目を自分の目のように信じているのです。この長屋にはもう見るところはありませんが。源太は少しじれ込んでいる様子です。朝鮮寺へ行ってみようか。へえ。表通りをぐるりと回って五六丁も歩くとようやく朝鮮寺の門になります。厳重な土塀を巡らして月下に静まり返った山門の見事さ。寺方の門は夜でも開いていることがある。押してみてくれ。へ。源太は正門の大門のそばの通用門の扉を押してみましたが、これがまた恐ろしく厳重でびくともすることではありません。閉まってやんすよ、叩くのだ。源太は黙って門に戻ると拳を上げて叩き始めましたが、樫の一枚板で張った地獄の門のような頑固な門は叩いても蹴飛ばしても大した音はしなかったのです。こいつはまるで石のもんすよ。源太もさすがに持て余した様子です。その騒ぎを聞きつけたものか、門前の花屋の窓がことりと開いて明かりがさっと二人の上に差してきました。その門は外からは開かねえぜ。なんか用事かい。花屋の亭主は出入り花を起こされて小腹の立った様子です。外から開かねえもんというのがあるかい。お上の御用で来たんだが。源太は噛みつきそうに答えました。え、そりゃいつみません。この節は寺方も用心深くなってそんな仕掛けを工夫しますよ。朝鮮寺様もついこの間巴組とやらに荒らされて懲りていらっしゃるので。花屋の亭主はひどく恐れ入った様子で大急ぎで着物を引っ掛けると戸を開けて自分の家から出てきました。どんな仕掛けがあるんだ。源太はそれを迎えます。仕掛けのあるのは通用門だけで、ええ、大門は昼のうち開けっぱなしで夜は勘抜きを刺して閉めてしまいますから。その通用門は一人で山が降りて外からでは押しても引いても開かない仕掛けになっております。花屋の亭主は続けました。それはまた不自由なことだな。寺方は夜分に用事がないというわけでもあるね。ええ、朝鮮寺様も巴組の泥棒ですっかり懲れてしまいましたよ。夜中用事のある者はその通用門の上に下がっている綱を引くんです。すると寺内の下男部屋の鈴が鳴って取り次ぎの者が出てまいります。なるほどね。そうして通用門の上にある小さい臆病間だから覗いてお客様の人相を見極めた上で通用門を開けることになっております。これか、首実験は驚くぜ。源太は通用門の上から下がっている丈夫そうな綱を見つけました。思い切って強く引かなきゃ鈴は鳴りません。そうそう、そんな具合に。源太の引く手に従って奥の方で鈴が鳴ったようでもありますが、しばらく経っても誰も出てくる様子はありません。誰も出てこねえじゃねえか。よくよく寝込んだと見えるな。もう一度源太が綱へ手をかけた時でした。お、下男部屋の戸が開いた様子です。ほどなく誰か出てまいりましょう。花屋の亭主の言葉が終わると、誰だ今頃、油屋のご隠居が亡くなったのか。大層悪いとは聞いたが。通用門を隔てて少し寝ぼけた声がするのです。お上の御用だ、門を開けろ。源太の声は少し憲兵づくです。お上？ただお上じゃわからねえ。どこのお上だ。通用門の上の臆病窓はことりと開きました。町方のお役人だ、門を開けろ。町方？筋違いじゃねえかい。寺方は寺社の支配だが。窓から覗く顔はわかりませんが、言うことは恐ろしく頑固です。三吉さん、お前そんなわからないことを言ってお叱りを受けたらどうするんだ。花屋の亭主は気が気でない様子です。何を言うんだ、わからねえのはそっちじゃないか。
今一体何時だと思う？三吉という寺男は容易に門を開けてくれそうもありません。ご勘弁を願います。あの男は少し足りない人間で、バカの一つ覚えであんな理屈をこねます。花屋の亭主はそっと源太にささやくのでした。何？バカがどうした？三吉は早耳にそれを聞きとがめました。お前のことじゃないよ。それよりお役人をいつまでも立たせておくと北条様に叱られるぞ。なんだって？北条様に叱られる？そうとも、こんな夜中にわざわざ御用でいらしたんじゃないか。寺社奉行のお頼みがあれば、町方のお役人だって寺方へ来られることがあるよ。ふん、そうかね。三吉はそれでようやく納得したものか、三歩上げギヒッと通用門を開けてくれました。寺内は灰をまいたような静寂さで、満身の血光を浴びて立ったバカの三吉は、その顔も体も長々としているので不思議に親しいものに見えるのでした。世話を焼かせるやつだ。口小言を言いながら三人は門の中へ入りました。見ると通用門の仕掛けは花屋の亭主が言った通り、かなり巧妙にできておりました。力は三歩上げさえすれば何の苦もなく開きますが、一旦閉めると重くて大きい菓子の三は音もなく下の頑丈な敷居に落ち込んで、朝比奈三郎でも容易には破れそうもないほどよく閉まるのです。この土台の横木にうがった三の受け穴に石でもつまらなければ、一度閉まった通用門は外から開ける工夫はありません。この仕掛けは執事の良年さんが考えましたよ。那須署の若い坊さん方が品川へ遊びに行くのを防ぐためにね。花屋の亭主はそっと源太にささやくのです。若い坊さんがそんなに大勢いるのかい？今は北条と良年さんと 2,3 人だけですが、本山へ2人行っていますから。そんなことを話しながら、池田大輔と源太は栗の一室に通されておりました。寺男の三吉はブツブツと小言を言いながら、それでも執事の良年に取り継いでくれたのです。ややしばらく待っていると、急に身なりを改めたらしい四十前後の薬草が出てきました。これはこれは、お待たせ申しました。宝山の執事良年にござります。あいにく住職は老病で伏せっておりますので、私が代わってお相手をつかまつります。尊大でない程度のしかとした挨拶です。深夜驚かし申して相すみませんが、先頃当寺を荒らした巴組のくせ者が、またもご近所の光明院に押し入り、時報の掛け仏を奪い去りました。それはそれは。ついては先夜の様子も承りたく、押して深夜に伺った次第でござる。かような調べは早いに越したことはないので。池田大輔は若さにも似ぬ行き届いた挨拶で、深夜に叩き起こされた良年もつい好感を持たずにはいられませんでした。それはそれは、お骨掘りで。だが残念なことに、私はその晩遠方の松寺へ参って留守でな。でも良年はいろいろのことを説明してくれました。その晩朝禅寺を襲ったのは2人。まだ通用門の仕掛けがなかったので、門を叩いて三吉に開けさせて押し入り、三吉を縛って本堂に案内させ、本尊の宝薬師を奪った上、三吉を賽銭箱に縛り、妨げする金付き親父の宮松を切って逃げたというのです。住職の老僧は病気で破傷中、那須署の若い坊さんたちは震え上がって出るものもなく、くせ者の思うままに大事な時報を奪い去られたのでした。まことに不始末で、寺社のおかかりに対しても申し訳なく、宝山の住職もことごとく心痛をいたしております。語り終わって良年は眉を伏せるのです。本堂を拝見いたしたいが、どうぞご遠慮なく。三吉、ご案内申し上げな。へえ。若の三吉は手職を取って先に立ちました。
知恵が少し足りないせいか、後ろから見ると、お面布子を着た体にひどい歪みがあります。池田大輔と源太は本堂に入ると本尊の公約紙を収めてあった厨子や三吉が縛られていたという大賽銭箱などを見せてもらいました。お前は曲者の顔を見たと言ったな。へえ、よく見ただよ。覆面が溶けて落ちたでな。仏鉢だよ。ひどい鉛があります。どんな顔だった？当たり前の顔だよ。目の大きい怖い顔でね。でも色の白いいい男だったよ。お前の知っている顔か？知らねえよ。泥棒に近づきゃねえだ。三吉の調子はこんなものです。賽銭箱に縛られたというが、どんな具合であった？ちょっとやってみてくれ。池田大輔は妙な注文を出しました。オラの帯を溶かせてこんな具合に縛られただ。体に無理があって痛えの痛くねえのって。三吉はそんなことを言いながら大賽銭箱のそばに縛られた時の格好をしてみせるのでした。お前が顔を見たのは若い方のくせ者だろう。そうだよ。もう一人は小さい男で年を取っていたよ。侍言葉でね。朝前寺のくせ者も光明院や清水屋のくせ者と全く同じものだったのでしょう。金付きの宮松に会おう。案内してくれ。へ。池田大輔と源太は三吉に案内されて別棟の奉公人たちの部屋に導かれました。六畳ほどの思いのほか清潔な部屋の隅に金付きの男の宮松は休んでおりました。そのそばに敷いてある空っぽの床は三吉の寝ていたものでしょう。坊っつぁん、お役人がおめえに会いたいとよ。手職を持って部屋へ入った三吉は足で寝ている宮松を軽く蹴飛ばします。なに、お役人様？そうかい。すまねえが俺はこの通りだ。手傷の方は治ったが、戦気で腰が立たねえ。明日にしてくれと言え。宮松はそう言いながら寝返りを打ってこっちを向きましたが、大輔の顔を見ると慌てて半身を起こして、へえ、あい、すみません。三吉のバカがまた冗談を言ってこの足をからかっているのかと思いました。戦気は本当でございますが、何、起きて起きられないことはございません。え。宮松はそう言いながら慌てて立ち上がろうとするのです。貧苦と逆境に苛み抜かれながら、気軽さと皮肉さを忘れない老江戸っ子といった感じのする六十男です。よいよい、そのままでいるがよい。お前もひどい目にあったそうだな。へえ、ありがとうございます。何しろ本尊様を盗まれちゃこっちの鼻の下に関わります。思わず大きな声で泥棒とやるとピカリときました。幸いわしが突き飛ばされてヨロヨロっと来たのと一緒だったので、思いのほかの浅手で済みましたが、この通りで。汚ねえ体で、あい、すみませんがご覧くださいまし。そう言いながら押し肌を脱いで軽い包帯を解くと、途中でよした筋彫りのオロチの彫り物が少しシワになった腕に絡んで、その腕の付け根より少し上、肩から背かけて三寸ほどの浅い傷がわずかに癒着したばかりで、痛々しくも赤くなっているのです。大事にするがいい。まだ治ったとは言えないじゃないか。ありがとうございます。ではついでに金付き堂を見せてくれ。池田大輔と源太は三吉に案内させて再び月下の庭へ出ました。そうして庭の一隅、北日が久保の長屋の突き当たりになっているたくましい
金付き堂に登っていたのです。金は大したことはありませんが、鐘楼は実に見事でした。堂の向こう側から望むと、眼下は薄青く澄んで、月の光の下に五軒長屋がしらしらと屋根を見せております。下からはここへ登る工夫はありませんね、池田様。源太も舌を巻きました。人間技では難しいな。だが思いのほかいい景色ではないか。今度また昼でも来てみるとしよう。池田大輔はつくづくそう言います。桜が咲くといい眺めだよ。馬鹿の三吉までがそんなことを言うのです。やられましたよ、とうとう。お好き屋橋の池田大輔のお長屋に放り込まれるように飛んできたのは、御用聞きの源太でした。あれから3日目の朝のことです。何がやられたんだ。池田大輔も近頃の黒星続きですっかり腐っているところで、源太がこう新しい失策を報告してきても大した驚きもしない心構えでした。五軒長屋の外に住んでいるデークの藤吉、ご存知ですね。それがどうした。あの五軒長屋の一番奥の空き家で殺されましたよ。え、長屋は見張っているはずではないか。池田大輔もこの情報にはひどく驚かされた様子です。夜も昼も見張っておりました。それに内越十三郎というご浪人のうちにはまだ仙太郎の介抱をしておみのさんもいることですし、すっかり油断をしているところを出し抜かれたんで。源太が説明している間に手早く支度を整えた池田大輔。ともかく行ってみるとしよう。二人は麻布に向かいました。それに五軒長屋の見張りも仕留めに立つようじゃ何にもならねえと思いやして、こっちの姿を隠してあの木戸の出入りを見張らせるだけにしておきました。みちみち源太は池田大輔のために説明してくれるのです。長屋の人たちは出入りは自由でございます。そんな見張りが置いてあるということも知らなかったようで、外からあの木戸を入った者はあんな貧乏長屋ですから、外から用事で来る人などはまず一人もねえと言っていいくらいでした。もっとも大工の藤吉は別で、あれは二八そばの善助が稼ぎに出るとどこでそれを見張っているものか入れ替わるように忍び込んできて、善助の妹のお今と相引きをしておりました。相引きという色っぽい言葉も中年者のしたたかなおかっぴきの口から出ると妙に事務的な響きを持ちます。どこで。大輔は尋ねました。一度お今が自分の家へ藤吉を仕切れてるところへ兄の善助が不意に帰ってきて一騒動をしたそうで、あれからお今が懲りたものと見えて五軒長屋の一番奥の空き家へ藤吉を振らい込むようで、木戸の前の見張りの若えもんは面白がっておりやすよ。源太はこんなゲスなことを言いながらニヤニヤするのです。その空き家で殺されたというのだな。え、死骸を見つけたのは今朝。それも日が高くなってからでした。見張りの下っ引きがいつもの通り一軒一軒覗いて一番奥の空き家へ行くと、いつも閉まっている空き家の戸が開いていたんだそうで、おや変だなと思って首を突っ込んでみると中は血だらけで人間が一人ひっくり返っていたそうでございます。見ると大工の藤吉の浅ましい姿で、一応足も見ましたがこいつは奥行きがあるそうだと思いまして、そっとして旦那のところへ飛んでまいりました。へえ。源太は事件が難しそうだと見ると池田大輔を引っ張り出さずにはいなかったのです。源太の案内で池田大輔は五軒長屋の奥の空き家に入って行きました。これは池田氏。仕事に忠実な石子晩作は早くも八丁堀組屋敷から駆けつけて、土地の御用聞きや係同心、町役人、月番など立ち会いの上、検視を始めているところでした。入り口の戸も二つの窓もいっぱいに開けましたが、長禅寺の石垣や物々しい鐘楼の下に押しつぶされたようになって、あまりよく日は入りません。その陰気臭さが家賃の高い安いにかかわらず、
いつまでもこの長屋の塞がらなかった原因でもあったのでしょう。西小富士、ご苦労に存じます。池田大輔はこの先輩に対して謙遜しすぎるほど下手に出るのでした。池田宇治が来られると一安心だ。どうだろう、この手際は。石子晩作は藤吉の死骸を指さしました。左の胸を前から疲れたようで、声ぐらいは立てたことでしょう。取り乱した様子はない。近所で何にも気がつかなかったというところを見ると、下手人は藤吉と顔見知りのものでもあろうか。石子晩作もなかなか行き届きます。昨夜この男が木戸を入った時刻は。大輔は四方を顧みました。そこには源太のほかに木戸の見張りをしていたという二三人の下っ引きがおります。宵のうちでございました。五つ前だったと思いますが。そのうちの一人が答えました。隣の御行堂がうちへ帰ったのは、それから半時ほど経ってから五つ半時分だったと思いますが。二八そばの善助の帰ったのは四つ過ぎで。大助はその三つの時刻をはっきり頭に刻みつけるらしく、しばらく眉を潜めて考えておりましたが、やがて石子晩作に聞くのです。長屋の衆はお調べになりましたか。いや、まだ。では一通り駅舎の御行堂と二八そばの善助にだけでも尋ねてみましょう。藤吉の殺される騒ぎを知らない者はないと思いますが。いかにも。一通りの検視が済むと、後の始末を町役人に委ねて、石子晩作と池田大輔は源太を連れて外に出ました。相変わらず京極壱岐の神お屋敷の塀は高く、長禅寺の石垣は頑固で、この五軒長屋の秘密を嫌がう上にも深く重苦しいものにしております。いるかい。おい、御行堂の先生。源太が格子を開けて顔を突っ込むと、部屋の隅に小さくなって目ばかり光らせているのは駅舎の御行堂でした。隣の空き家の人殺しに怯えきって口も聞けないような哀れな姿です。こんにちは、親分さん。こんちはじゃねえぜ。隣の空き家の藤吉殺しはおめえの家には何と出たんだ。自分のことはどんな名駅にも分かりませんよ、親分。駅舎身の上知らずか。だらしがねえぜ。ところでおめえはゆんべ五つ半前には帰ったそうだな。この節は物騒で夜の客はありません。遅く台にもなりませんから、大抵宵のうちに引き上げますよ。じゃあ隣の騒ぎを知っていたはずだな。え、しらばっくれちゃいけねえ。おめえだって男の切れっぱしで、その上一人もんだろう。隣の空き家で若え二人が合い引きしているのを知らずにいたとは言わせねえよ。それは存じております。御行堂は案外素直でした。合い引きは知っているが、殺し場は知らねえなどとは言わせねえよ。源太はもう一息突っ込みました。それがその。何がそれがそのなんだ。藤吉は頓死したわけじゃねえ。あれだけの傷を受けた人間はキャーとかスーとか言ったはずだ。それが少しも気がつかなかったのでございます。駅舎の御行堂は頑固に頭を振るのです。それじゃあお今が空き家から引き上げて自分の家へ帰ったのは何時だ。それは知っているだろう。四つ少し過ぎだったようでございます。その時藤吉は何とか言ったか。別れが辛いってなことを言っていたようで。御行堂の口調には節がつきます。バカだな、いい年をしやがって。空き家に残った藤吉は何をしていたんだ。それは存じません。御行堂はもう一度頭を振ります。やろう。源太は池田大輔の顔色を読むと、ずかずかと御行堂の内の中に踏み込んで、壁際から御行堂の体を引っ張がすのでした。
これはなんだ。源太の指さしたのは隣の空き家との境の壁に猫が潜り込みそうな大きな穴が開いているところを慌てて塞いだらしい保護針だったのです。この穴を塞いだのりはまだ新しいじゃねえか。不定野郎だ。若え二人の相引きを見ていたおめえが藤吉殺しを知らねえというはずはねえ。今朝になって慌てて壁の穴を塞いでも落っつくことか、バカ野郎。へ、恥っかきな野郎だ。いよいよ藤吉殺しを知らねえというなら石を抱かせても物を言わせるぜ。源太のたもとの鳥縄は五行堂の返事一つではいつでも繰り出されるでしょう。恐れ入りました。親分、みんな申します。誰だ藤吉を殺したのは。源太はすっかり勝利感に浸って踏み台を引き寄せるとどっかと腰を下ろしました。入り口を塞ぐように石子晩作と池田大輔、その成り行きに固唾を飲みます。私は恐ろしかったのでございます。親分、あの男はどんなことでもやりかねません。気に入らなけりゃ私を虫のように殺してしまいます。五行堂はすっかり震え上がっているのです。あの男というのは誰だ。その正体は私にも分かりません。背の高い色の白い男でめったに口を聞きません。いつもほっかむりをしているので顔を見たこともないのでございます。そらおめえ光明院や清水屋やこの上の朝鮮寺に入った若い方の泥棒じゃねえか。源太にもその下死人の人相ははっきり浮かびます。石子晩作と池田大輔は黙って顔を見合わせました。なんだか存じませんが私も時々見かけますが恐ろしい相手でございます。お今さんが帰って後に藤吉だけ残るとどこから入ってきたか、そのほっかむりの男は藤吉の前に黙って突っ立っておりました。藤吉は驚いて声を立てようとすると何にも言わずにパカリと。五行堂はごくりと固唾を飲みます。それっきりか。ややしばらくたってから源太は問い返しました。はい、それっきりで。藤吉さんは朽木のように倒れました。何か言ったようでしたがあんまり恐ろしくって、私は壁の穴から顔を引っ込め小さくなって今朝まで震えておりました。五行堂はガタガタ胴震いをしながらようやくこれだけのことを言うのです。嘘も細工もあろうとも思われません。石子晩作と池田大輔はもう一度顔を見合わせました。五行堂の言うのが本当ならここにも巴組の怪人の一人が姿を現して狂人を振るったのでしょう。そのくせ者はどこへ逃げた。知っているだろう。とんでもない親分。五行堂は目の前の蜘蛛の巣でも払うように恐怖のあやかしを払うのでした。これ以上はおそらく何を聞いたところで無駄骨折りでしょう。池田大輔に促されると源太は五行堂をいい加減に見切って隣の二八そば屋善助の長屋へ入って行きました。いらっしゃい。主人の善助は源太の顔を見ると尻上がりの声をかけました。少しばかり芋洗い坂の屋台へ首を突っ込んだような気分になります。お今に聞きてえことがあるが、兄貴がいちゃ言いにくかろう。善助はちょいっと外してくれ。ええ。源太に言われると兄の善助は間が悪そうに外へ出て行きます。相変わらずずるそうで愚鈍そうで年中屋台を背負って歩いているせいか肩幅の広い背の低い男です。お今。お今はわずかに顔を上げました。まだ18か9でしょう。貧しく育って年にしては混ぜておりますが不思議に美しさに恵まれて新鮮な果物のような感じのする娘です。おめえはゆんべ空き家で藤吉に会っていたそうだな。何時から何時まであの空き家にいたんだ。お今は頑固に口をつぐんでおります。うつむいた顔が蒸気して長いまつげに涙がたまって可愛らしい唇が震えます。黙っていちゃわからねえ。おめえは言いたくねえだろうが、おめえのせいで人一人殺されているんだ。それじゃあかえそうに藤吉は浮かばれめえぜ。
四つ少し過ぎに帰りました。兄が戻りましたので、そばの荷を背負っていますから、木戸を入るとよくわかります。兄の善助はおめえと藤吉の仲を裂こうとしていたんだな。お今は黙って首を垂れました。藤吉は何か話したことはなかったのか。近頃は嫌なことがあると言っていましたが。嫌なこと？あの人を脅かしていた人があるようでした。おめえには近頃縁談があったと言うじゃねえか。お今は顔を振り上げました。まだ涙に濡れたままで、この上もなく色っぽい顔ですが、嘘を言っている様子はありません。兄の善助はそう言ってたぜ。じゃあもう一つ聞くが、おめえにしつこく言っていたものはねえか。源太は一番大事の問いに入りました。お前をしつこく追い回したものはなかったか。この問いは源太流に露骨で乱暴でした。そんなこと。お今は木綿物のたもとでいじらしく燃える顔を隠すのでした。この時入り口を少し離れたところで、兄の善助は石子晩作に捕まっておりました。妹のお今に言い寄る者は大勢あったというのだな。へえ、それは誰と誰だ。数えきれません。大工の藤吉をはじめとして、町内の若い男はみんなで。それは大げさだな。了解坊主から長禅寺の寺男までお今に夢中なんですから、私も嫌になってしまいました。お行堂だってあの年をしていて、時々変な素振りがありましたよ。石子晩作もこれでは手のつけようはありません。じゃあ聞くが、お前とお今は血を分けた本当の兄弟か。池田大輔は突如として口を挟みました。善助のお今に対する素振りの中には、嫉妬とでも見なければ解決のできないものがあったのです。それはあの人別を調べればわかることだ。嘘を言ってはならんぞ。義理の妹でございます。はい。善助はとうとう言うべきことを言ってしまったのです。義理の妹というと、私のママ母の連れ子で。へえ。事件はこの一言でまた新しい面を開いたのです。二八そばの隣の了解は朝から飛び出して留守。その隣の内越十三郎の老宅には、まだ雨屋の仙太郎がお美濃に介抱されながら傷の手当てをしております。仙太郎がとんだお世話に相なります。千番かたじけない。池田大輔は内越十三郎夫妻に迎えられて、折り目正しく礼を言いました。何の池田宇治、心配はご無用でござるよ。あの通りのむさ苦しい家で、届かぬことばかりで心苦しいが、お美濃殿がよく世話をしてくださるでの。内越十三郎は心置きない態度でした。旦那様ですよ、仙太郎さん。お美濃が病床のそばに寄ってささやくと、はあ、寝ていちゃすまねえな。もう飛び出したくってしようがねえんだが。頭を半分さらしもめんで包みながら、そんな気楽なことを言う仙太郎です。そんな心配をせずに静かに養生するがいい。二三日経ってお医者がいいと言ったら、お好き屋橋へ運んでやろう。池田大輔は畳の上へいざり寄って、仙太郎の額に手を当ててみるのでした。大将、おいらのうちの方は。おっかんが心配するといけねえが。高校者の仙太は母親のことばかり気にしている様子です。お前の母親へは、仙太郎がしばらく旅に出たから心配をしないようにと言ってあるよ。ありがてえ。おっかあさえ心配しなきゃ、こうしているのもとんだ骨休みだよ。そんな太平楽を言う仙太郎です。ではこの上ともよろしくお願い申す。池田大輔は内越十三郎夫婦に挨拶して外へ出ました。よく晴れた春の日です。お美濃の明るさや仙太郎の元気な顔を見て、池田大輔はもう一度陰惨な現実、強族巴組との死の闘争に帰るのでした。
第8章。池田様、困ったことでございますな。何が困るのだ？難しい顔を持ってきた御用聞きの源太を迎えて、池田大輔はタバコ盆などを自分で運び出してきました。藤吉が殺されてから3日目、仙太郎はまだ五軒長屋の内越十三郎のところで傷の手当てをしているので、おみのはそれを看護して帰らず、大輔はじいや一人を相手にしばらく男所帯の不自由さを忍んでいたのです。おかかりの石子万作様へ厳しいお達しがあったそうでございます。光明院は当上様ご祈願書で、朝鮮寺は由緒のある名刹だ。その時報が盗まれたでは相済むまい。その他にも巴組の悪行はおびただしい。早速絡め取って江戸の町人どもを安心させるようにと、ご老中方からのご内意がありましたそうで、大岡越前の神様から石子様までお達しでございました。それは上に立つ者の無理ですが、将軍は老中へ、老中は町奉行へ、町奉行は与力同心へ、与力同心はその配下の岡っ引きに責任を転嫁する筆法は今も変わりはありません。石子様は早速六本木まで出向きました。お前は行って池田氏にご助力をお願いするようにとのお言葉で。それは捨て置きがたいが、どう思う源太？え、私は3日の間こもっていろいろあの五軒長屋に消えた二人組と宝明院と清水屋を襲った二人組のことを考えてみたが、まだはっきりわからないのだ。お前にも何か思いついたことはないか？何にもございませんが、あっしはあの大工の藤吉殺しのことばかり考えておりました。それも一つの考え方だ。くせ者が藤吉を殺したわけがわかれば、くせ者の素性もわかるように思いますが。源太は大きく腕を組んだりしました。老高連達な岡っ引きには相違ありませんが、この男には細かい考え事は向きそうもなかったのです。それは二つのことが考えられるよ。へえ。くせ者は藤吉に弱い尻を抑えられていたか、例えば光明院や朝鮮寺に入ったくせ者を藤吉が知っているか、もう一つはくせ者と藤吉が追い間を張り合っていたかということだ。私は多分この二つが一緒になっているだろうと思う。くせ者は藤吉に顔を知られている上に追い間を張り合っていたので。それに違いあるまい。藤吉に弱い尻を抑えられているだけなら、金づくでも済ませないことはあるまいし、あんな危ない場所で殺すまでもないことだ。そのくせ者は誰でしょうね。あの晩五軒長屋の木戸を入ったのは、長屋の者のほかは殺された藤吉だけですが、あの長屋に住んでいる者には藤吉を殺しそうなのはない。それに長屋の者なら、同じ殺すなら外で殺した方が安心だ。お今の兄じゃありませんか？あの二八そばの善助はお今と兄弟といっても血のつながりはねえし、お今にぞっこん参っている様子ですが。それはありそうなことでした。兄といい妹といっても、ママ母の連れ子に対する善助の横島な恋は、お今の恋人の藤吉を殺すまでに発展しないとは限らないのです。だが御行堂は隙見をしているよ。そうして藤吉を殺したのは色の白い背の高い男だと言ったが、兄の善助は背が低くて色が黒く、その上そばの屋台を背負って歩くから背幅が人並みよりは広い。それから池田様、先日お頼まれした朝鮮寺の薬草の足取りはよく調べてみましたが、本人の言うことは間違いございません。源太は言葉を継ぎました。あれは良年とか申しましたな。朝鮮寺に曲者の入った晩は草加の末寺に泊まっておりました。曲者は多分あの薬草の留守を狙って押し入ったのだろう。寺の様子を知ったものだ。まだ若い坊さんが3、4人おりますが、あの晩外へ泊まったのも寺にいたのも怪しいのは一人もございません。仏に仕える者がいかに末世末法の世でも
ご本尊を盗み出すようなことはあるまい。池田大輔の若さ、万人に優れた名智に恵まれても、まだこれだけの夢はあったのです。怪しいもんですよ。あの金築爺の夜松に聞くと、毎晩抜け出しや医者に化けて品川へ通うのがあるんで、執事の良年さんが通用門以外からは来ない仕掛けにしたんだということで。源太は負け知りらしくこんなことを言って首を縮めるのです。もう一度あの長屋へ行ってみようか。池田大輔は仙太の様子も見ておきたいし、もう一度念入りに五軒長屋の知性を見定めて、新しい家庭を築いてみようと思い定めたのでしょう。石子様はもう引き上げなすったかもしれませんが、あの長屋の連中は日が高くなるまで寝ている人間ばかりですから、今言ったらまだ顔が揃っているでしょう。この間池田様はあの了解とかいう小敷坊主にはお会いになりませんでしたが、あれは厄介だな。池田大輔は崩壊坊のような了解の徹底した無軌道ぶりを思い出して苦笑しました。五軒長屋は相変わらず見張りのもので固めてありますが、中の住人には何の変化もなく、内越十三郎は相変わらず貧乏臭く、五行堂と二八そばは日が暮れると稼ぎに出かけ、了解は来さえあれば酒に浸っていること、実月精神の運行のごとくに正確だと、五行堂は洒落たということです。どうだ美濃、センターの様子は。内越十三郎の入り口から一目に見通せる部屋には、相変わらずせんべい布団にセンターが休んでいて、それを看護しているお美濃の忠実な後ろ姿が哀れに頼もしく見えております。まあ旦那様。お美濃は驚いて居住まいを直しました。赤いものを嫌ったような地味な姿、おしろいっ気のない知的な顔など、この上もなく堅実ですが、若さと美しさに恵まれて、その浅黒い聡明な顔やたしなみの良い額から、底光りのする魅力が明光のようにほのかに発散するのです。これは池田氏、ご苦労に存じまする。内越十三郎とその内儀は日差しを貸して母屋を取られた形で、同じ部屋の隅に割り込みの温泉客のように小さくなって顔を寄せているのでした。とんだお世話に相なります、さぞご迷惑なことで。四角几帳面に交わされる二人の挨拶を聞きながら、雨屋の仙太郎は相変わらず不遠慮な声を張り上げるのです。大将、退屈だぜ。もう帰ってもいいだろ。おいら生まれてから三日と寝ていたことはねえんだもの。もう少し我慢するがいい。わがままはならんぞ。わがままを言うわけじゃねえが、まだ癖者が捕まらないようじゃ、こうして寝ていても気が気じゃねえぜ。こんなことを言う仙太郎です。生意気なことを言うな、仙太。仙太はたまりかねて入り口から顔を出しました。床の中で太平楽を言う仙太郎の調子に腹を立てたのでしょう。だっておいらこう寝ていてもいろんなことが分かったぜ。何が分かったのだ。池田大輔はその争いを横からさらいました。一つはお隣の小敷坊主は朝から晩まで飲んでいるぜ。それも生臭者でとびっきりの上酒だ。犯人坊主があんなに儲かるなら、おいらも飴箱を叩き割って頭を剃りたくなったよ。飴屋の仙太郎はいかけまつみたいなことを言うのです。いい心がけだ。墨染めの星衣はおめえにピタリとするぜ。源太は茶化し気味でしたが、それから仙太。池田大輔はすっかり乗り気です。それから二八そばの善助と今は、あれは兄弟じゃねえぜ。それは分かっているつもりだ。毎晩の血は喧嘩だ。仙太郎はこんなことまでずけずけと言うのでした。それっきりか。まだあるよ。時々夜更けになると、あの空き家の屋根のあたりで変な音がするんだ。五軒長屋とは気がつかなかったね。行ったところでくしゃく二軒に毛の生えたのが目白押しに並んでいるんだ。空き家の屋根からここまで十軒とも離れちゃいまい。大きな猫かもしれないが、
それにしちゃ夜だけお供するのは変じゃないか。おみのさんはあれ、そういえば。おみのは小首を傾けました。あ、一日いっぱい寝ている仙太郎と違って忙しく立ち働いているおみのは、仙太郎の看護に没頭しきっているほかは若さと健康でよく眠るので、病人ほどは夜のことを知っていない様子です。源太、へ。池田大輔は何やら思い当たったらしく、入り口にかがんでいる源太を顧みました。最初にこの五軒長屋へ来た時、奥の空き家の畳の上がひどく汚れていたことをお前は知っているだろうな。ええ、旦那がそうおっしゃったようで、あれは泥足で歩いた跡だ。畳の古びではなかった。ところがその次に来た時、藤吉が殺されて血は流れていたが、畳の上の泥足の跡は見えなかった。念入りに掃除でもしなければあんな具合になるはずはない。へえ、これでは足跡を調べようはないが、屋根へ登る工夫があるだろう。おみの。池田大輔はおみのを顧みます。池田大輔は何やら重大なことを考えている様子です。みの、少し手を貸してくれぬか。はい。あの空き家を調べるのだ。大輔は内越十三郎夫婦に挨拶すると、大急ぎで外に飛び出しました。続く源太。ああ、俺らも行きたいな。もう起き出していいだろ。ねえ、おみなさん。まだよ、せんちゃん。お医者様がいいとおっしゃるまでは。おみのは起き上がろうとするセンタを無理に抑えて二人の後を追います。奥の空き家は畳を剥がしてきれいに掃除してありました。どこかに足場があると思いますが。おみのは空き家を一回りすると、寺の石垣に面した窓のところに足を止めました。やはりそのあたりかな。ここからならはしごがなくとも楽に登れます。やってみてくれ。そうして屋根の上をよく調べた上、屋根から金付き堂に登る工夫はないか、それを確かめたいんだ。はい。美濃は小妻を膝に挟むと、石垣と窓枠に手をかけて甚だ手軽に庇の上に飛び登りました。かつて神辺祭天女と言われた両国の人気者、女狩る技の天才的な太夫に、こんな体術は本当に朝飯前だったのです。それは素人でも登れるだろうな。少し身軽な方なら。おみのは庇の上で答えました。あまり人に知られたくない。そっと屋根の上を見てくれ。はい。おみのは石垣と庇を力にもう一つ身を翻すと、至って簡単に屋根の上へ飛び乗ってしまいます。ややしばらく屋根の上を歩くおみのの足音のほかには何人も聞こえません。池田大輔と源太は固唾を飲んで上からの便りを待っているのでした。やがておみのの着物の裾が大屋根の端に現れると、体は大きな鳥のように翻転して窓の切りよけに、おみのの華奢な体は音もなく立っております。その芸当は難しいな。口を切ったのは源太でした。上でもできないことはございません。素人でも手を貸してくださる方があれば楽にできると思います。手を貸してくれる人があれば。池田大輔はその言葉を反芻するように繰り返しました。ところで屋根の上はどうだ。源太はたまりかねて聞きます。やはり大変な足跡でございました。おみのは池田大輔の方を向いて報告の形になります。一人のか、二人のか。それは分かりかねましたが。隣の五行堂の屋根は。足跡は空き家の上だけでございます。お隣の屋根はきれいに苔が生えて、猫の子の渡った跡もございません。
寺の石垣の下になった日陰の板屋根が春ながらこけさびていることは想像されます。金付き堂へ這い上がる工夫はないか。池田大輔の聞きたいのはそこでした。屋根の端から金付き堂までは2軒以上もございます。その上石垣が遠くなって足がかりになりませんから、並大抵のことでは屋根から金付き堂に登る工夫はございません。お美濃の答えは明確です。よしよし、それでよい。ご苦労であった。お美濃は黙礼して引き下がると、少し遠のいて手やら着物やらの埃を払っております。ではもう一度朝鮮寺へ行ってみることにしよう。今度は美濃も一緒に来るがいい。センタはあの通り元気だから。はい。この一行、池田大輔と源太とお美濃はそこからすぐ大回りに朝鮮寺の正門へ回ることになったのです。それから私たちがもう一度ここへ引っ返す前に、長屋から逃げ出すものがあったら誰でも構わない。木戸のところで召し取るように。池田大輔は木戸を見張っている大勢の下っ引きに厳重な命令を使わしました。第9章。池田大輔はまず朝鮮寺門前の花屋に立ち寄りました。いらっしゃいまし。店先にいたのはいつぞやの晩窓から応対した花屋の亭主です。この間はとんだ邪魔をしたな。どういたしまして、親分。源太に挨拶されて亭主はひどく恐縮しております。寝巻き姿で窓から怒鳴ったことなどを思い出したのでしょう。ところで一つ聞き漏らしたことがあったんだ。へえ。あの晩光明院に泥棒の入った晩、つまり俺たちがここへ来た晩だ。宵のうちにあの通用門を出た者はなかったが、一度閉まると外からは入られねえと言ったが、内からは出られるはずだ。時刻は五日月が沈んで間もなくだ。さようでございます。そう言われるとあの晩一度門が閉まって、門はいつでも寺男の三吉さんが閉めますが、その通用門が閉まって四半時も経った頃、内から開いて誰か出て行ったようにも思いますが、あの通用門は開けたてはよくきしむから、ここへはよく聞こえるわけだね。ええ、店を開けていさえすれば夜は辺りが静かになりますから、通用門から出るのがよくわかります。ところでそれから間もなく俺たちがここへ来るほんのちょいと前、あの門がもう一度開かなかったが、よく思い出してくれ。源太は突っ込んで聞きました。ええ、その時分にはもう店を閉めておりましたから、でももう一度聞いたようにも思います。床を吐きながら女房と、今夜は品川が繁盛するぜと言ったことを思い出しました。それだ。すると通用門は一度閉めてから俺たちが来るまでに確かに二度開いたんだな。ええ、さようでございます。花屋の亭主はあの事件の多かった晩の記憶をようやく明確に呼び覚ました様子です。こんなことでよろしゅうございましょうか。源太は後ろに立っている池田大輔を顧みました。そんなことでよかろう。ところで亭主。へえ。池田大輔は初めて口を切りました。あの通用門の開くのはよくわかるとして、この店にいて人が入ったのか出たのか、そこまでわかるのか。夜分は外から開かない仕掛けになっておりますから、通用門が閉まってからきしむのはうちから人が出たに決まっておりますが。亭主の答えは甚だ簡単です。すると出たか入ったか姿を見たわけではないのだな。さようでございます。花屋の亭主に耳で聞いた確かさと目で見た確かさとを比較検討させるのは無理なことでした。池田大輔と源太はこんなことで諦めて引き上げるほかはなかったのです。朝鮮寺の大門は八文字に開いておりましたが、池田大輔はわざと源太に通用門を開けさせて入りました。門の扉は少し固くひどくきしんで歯の浮くような音を出しますが、一度人間が入って門を閉めると
重い桟が上から自動的に降りて、門は厳重に閉まる仕掛けになっていること、この前と少しも変わりません。源太、お前はもう一度外へ出て、私が閉めた通用門の戸を押してみてくれ。へい。源太は何が何やら分からず外へ出ました。源太が外へ出ると、その鼻の先へ通用門はまたピタリと閉められました。さあ、もういい。門の戸を押してみてくれ。ええ。源太は少しもたれ加減に、いや力任せと言ってよいほど、その自動的に閉まった通用門の扉を押しました。ところがどうでしょう。門の扉は何の抵抗もなくさっと開いて、力任せに押した源太は、ほっ、よろけ気味に境内へ飛び込んだのです。それを迎えて黙って笑っている池田大輔とおみの。これはどうしたわけです、池田様。何でもないよ。敷居の穴を見るがいい。源太は取って返して、通用門の桟の降りる敷居、栗材の太くたくましいのへ、重い桟を自動的に受ける穴を見ると、そこには小指の先ほどの石が詰まっていて、扉の桟が下へ落ちないように仕掛けてあるではありませんか。どうだ、源太。これはどういうわけで、池田様。源太はまだキョトンとしております。おいおい、わかるよ。だが小石が一つありさえすれば、門の扉は外からでも何の苦もなく開くということを飲み込んでおくがいい。へえ。池田大輔はそこからまっすぐに栗へ行くと、薬草の寮年を呼び出して何やら耳打ちしました。それが済むと鐘楼の方へ歩き出しながら、源太、町方と寺社とお係が違っているのは厄介なことだな。町方の役人は一足寺の境内に入ると実手を出すこともできないのだ。大輔は一体何を言おうとしているのでしょう。そこへ行くと私は幸い表向きだけでも町方の役人でない薬草の良年さんに話して、寺だけの一存でこの境内で何をしてもいいということにしてもらったのだ。へえ。どんなことがあってもお前はうっかり実手などを振り回すんじゃないよ。後がうるさいから。へえ、よくわかりました。源太もようやく池田大輔の心持ちが分かった様子です。いよいよ巴組の教族がこの近くに息づいているのでしょう。池田大輔はそのまま足を金付き堂に登りました。ここから見ると山手の春の景色は一日ごとにした空気も忘れそうです。この鐘楼から下の五軒長屋に降りる工夫はないか。空き家の屋根はつい目の下だが。目の下に述べられた五軒長屋のみすぼらしい姿を眺めながら、大輔はお美濃を顧みました。飛び降りられないこともございませんが、大きな音を立てますから。それはまずいな。でも丈夫な綱が一本あれば楽に降りられますが。池田大輔は辺りを見回しました。あれはどうでしょう。お美濃のいい目が鐘楼の梁の上に少しばかり端を見せている丈夫な朝縄を見つけましたと同時に、梁に飛びつくように源太はその朝縄の端をつかんでぐいっと引いたのです。縄は源太の手に従って何の抵抗もなくずるずると落ちてきます。埃が少しも立たない。池田大輔は静かに梁を見上げました。野天も同様の鐘楼の梁の上に乗せてある綱を引き下ろして、少しも埃の立たないことは大きな問題でなければならなかったのです。第10章。柱にすりむいたような傷がありますね、と上から差し覗くように源太。鐘楼の柱の根の方にある傷、池田大輔は綱の端をそこに結ぶつもりでふとそれを見つけると黙って撫でているのです。あんまり物事が注文通りなのでびっくりしているよ。大輔はそう言いながら手早く綱の端を根に縛っておみのを顧みました。綱は長々と石垣に沿って下に垂れ、五軒長屋の空き家の屋根の上にその端を引いているのです。
では。おみのはもう万事飲み込んでおりました。相変わらず両妻を膝に挟むと何の躊躇もなく、3年前両国の小屋で種目乗りやブランコの離れ技をやったのと同じように綱を伝わって下へ降りようとしているのです。待った、美濃。はい。降りたらすぐ木戸の外へ行って見張りの下っ引きをたった2人だけ残し、あとは何人でもいい、みんな朝鮮寺の門前へ来るように、そういうのだ。お美濃の雄弁な目は黙って池田大輔の顔を見上げております。そして朝鮮寺の門から飛び出した者は誰でも構わず縛るのだ。寺内は面倒だが、一足門の外へ出れば町方の支配だ。はい。では行ってみろ。お美濃はうなずくと綱を伝わってずるずると屋根の上へ。屋根と石垣との三尺ばかり空間はさすがに越えるのが難しそうですが、石垣に一つ踏ん張ると巧みに身をひるがえしてひらりと屋根の上に飛び移ります。あれですね、池田様。源太は池田大輔を顧みてほっとしたような顔になります。やがて屋根から降りたお美濃の体は五軒長屋の前を通って木戸の外へ飛び出しましたが、町役人の見張り場に大輔の言を伝えると再び取って返して空き家の屋根に登りました。そこにはたった今お美濃が伝わって降りた朝縄があり、それを手繰って登れば屋根と石垣の間隔が邪魔にはならないのと、石垣がいくらか足がかりになるので下りよりはかえって楽に見えます。いや、ご苦労、それでいい。鐘楼にお美濃を迎えた池田大輔は初めて一切の難問を解いた様子です。下りは骨が折れますが、屋根の上に綱が下がっていさえすれば上りは至って楽でございます。お美濃の報告はそれで全部でした。めったに下りの用事はなかったはずだ。池田大輔の答えも簡単です。池田様。源太はもうムズムズしておりました。ここは寺の境内だということを忘れないように、ともかく行ってみよう。池田大輔は源太とお美濃を従えていつぞやの下男部屋へまっすぐに行ったのです。おや、これはこれはご苦労様で。金付きの宮松じじいはせんべい布団から這い出しました。少し部屋の中を見せてもらいたい。両年さんのお許しを受けているから町方役人の牽制でやるわけじゃない。池田大輔は隅の方から何か物を言いそうにしている寺男の三吉の口を封じて源太に目くばせしました。寺男の三吉、あののっぽで薄のろで人のおもちゃになっている色の黒い若い男が、今日はまた何という突き詰めた難しい顔をしていることでしょう。源太は無遠慮に踏み込むとがらりと押し入れを開けましたが、そこには少しばかりの夜のものと古いつづらが2つ、他には何にもありません。つづらを開けると中から出てきたものは怪しげな桃引きや斑点、それに細々と貯めたらしい2、3両の小粒だけ。まことに見苦しいものばかりで。床の中からもそもそと這い出してきた金付き親父の宮松は人をバカにしたような薄笑いを浮かべて手持ち無沙汰の源太を眺めております。それを見ると池田大輔はつかつかと流し元に行きました。そこには小汚い用事や茶碗や瓶漬け油などが並べてありますが、例の小さい戸棚を開けると古い鏡が一面と使い残りのおしろいの紙包みが一つあるではありませんか。ここには女がいるのか。池田大輔の声は厳しいものでした。とんでもない、女人禁制でございますよ。
宮松はケロリとしてこんなことを言うのです。ではこれは誰が使うのだ。大助の手で取り上げたおしろいの紙包みを見ると、スバカの三吉はさっと顔色を変えました。源太、お前は入り口を固めろ。美濃は町役人を集めて寺社のおかかりに掛け合ってもらえ。巴組のくせ者が見つかったというのだ。が池田大助の言葉が終わらぬうちに、互いに目くばせした宮松と三吉、ほ一陣の早手のごとく油断をした池田大助を突き飛ばし、窓のしょぼちを開いて外へ。それは源太が頑張っている入り口とは全く反対の側だったのです。やろう、追いすがる源太、それを引き止めて、待て待て源太、門より他に逃げ道はない。そこにはもう手が回ったはずだ。落ち着いていけ。池田大助は悠々と二人の後を追うのでした。その時門の外には恐ろしい乱闘が展開していたのです。池田大助が全国ここに呼び集めた下っ引きが七八人、門から飛び出した金付き親父の宮松と寺男の三吉を包囲し、ほよ、神妙にせい、ひしめき合っていたのです。事件はこれで解決しました。巴組のもう一人の相棒は五軒長屋の小敷坊主の了解。これは形勢不穏と見て逃げ出したところを、木戸の外に張っていた二人の下っ引きに縛られたことは言うまでもありません。巴組が盗みためた金銀宝玉はおびただしい数に上りましたが、それはことごとく長禅寺の金付き堂の石垣の間から現れました。長禅寺の本尊光明院の掛け仏をはじめ、数々の尊い品々は、なんということ、長禅寺の雑用蔵のガラクタの箱の中から出たのです。これを探し出すのも池田大助の知恵を必要としたことは言うまでもありません。三人の凶賊が仕置きされ、盗んだ品々もことごとく揃って、雨屋の仙太郎までが丈夫になった時、一日源太をはじめ仙太郎やお美濃が池田大助を囲んで、巴組三人の凶賊を縛るまでのいきさつを話してもらいました。いや、何でもないことだよ。小敷坊主の了解が一味と分かれば、もっと早く調べようがあったはずだ。池田大助は語り進みます。あの五軒長屋に逃げ込んだ二人というのは宮松と三吉だ。二人は空き家の屋根の上から鐘楼に登り、もう一度通用門から出て清水屋を襲ったのだ。その時敷居の穴に小石を詰めて、外からわけもなく開くようにしたことは言うまでもない。池田大助は話し続けるのでした。花屋の亭主に入った人か出た人か、門のきしる音だけではわからない。宮松と三吉は清水屋から引き上げて、今度は長禅寺の門から帰っているが、花屋の亭主はそれまた人が出たのだと思っていた。そう聞くと何でもありませんが、一体いつ頃から宮松と三吉が怪しいと思いました。源太は尋ねました。最初は長禅寺に行った時からこれは少し変だと思ったよ。宮松の傷が突き飛ばされて切られたと言っているが、肩から背中へ天皮をカミソリで切ったほどの傷だ。突き飛ばされながら切られたものなら、傷は肩から前胸の方へつくはずだ。それに宮松の様子も少し大げさすぎた。へえ。それから三吉の薄箱も少し念が入りすぎているし、後ろから見た時の体の歪みも大したことがなかったり、ひどく歪んだりしている。なるほどね。それから一番先に気のついたことは、二人のくせ者のうちの若い方が宝明院でも清水屋でも空き家でも顔を見せている。おっかむりは取らないが、わざと見せている様子だ。そうして三吉がくせ者の覆面が落ちた時見たと言っている顔も、目が大きくて色が白いと言った。こいつは反対に目の細い色の黒いのがくせ者の真実の人相ではあるまいかと思ったよ。色の白いのはおしろいをつけさえすれば、暗いところでビクビクしながら見る人の目はごまかせる。へえ。年取った方のくせ者は侍言葉だと聞いて、こいつは武家ではあるまいと思った。総じて自分たちの言葉や顔を反対に反対にと
思い込ませるように仕向けているのが癖者の手だ。一度は二八そばの善助に疑いが行くように仕向けられたが、善助はあの時芋洗い坂にいたし、おけん長屋に帰って姿を消す隙などはないはずだ。それに五行堂の見た癖者とは人相が違いすぎる。藤吉を殺したのは何か訳のあったことでしょうか。多分宮松か三吉が藤吉に正体を見られたことがあるのだろう。その上三吉はお今をつけ回していたらしい。これは後でお今か善助に聞くがいい。え、それから屋根の上を何か歩いていると気のついた仙太郎の手柄も大きい。どんなんで寝ていたもおいらなんざ。仙太郎は急に乗り出しました。でもあの朝鮮寺の通用門が外からでも開く仕掛けをしてあったと気がつくまでは宮松と三吉を縛るわけにいかなかった。それからお美濃に屋根へ降りてもらってこれなら大丈夫と思ったよ。でも危うく逃げられるところでしたね。あれはわざと逃がしたのだ。寺内で縛ると後がうるさいからだ。門前へ手が回ったのは何より幸せさ。だが怪我をした仙太郎はとんだ貧乏くじだったよ。池田大輔はこう話し終わってまだ治りきらない仙太郎を気の毒そうに眺めやるのでした。野村古道作池田大輔捕物全集第3巻長屋の秘密読み切り。これにて池田大輔捕物全集全編読み切りとなります。この後は捕物全集第1巻よりの見逃し配信ということで第1巻3編ずつのリレーシリーズとなります。引き続きご視聴くださいますようお願い申し上げます。また同作者村古道の銭形平次捕物控えのシリーズはこの ED 朗読園のチャンネルでもまたイグサチャンネルの方でも引き続き継続いたしております。ご視聴ありがとうございます。